どうも、青汁木床屋です。食金から127日目。連日の大雨報道すごいですよね。もちろん今日も雨です。で、実はこのミルシイタケたちに少なからず影響があります。温湿度計を見てもらったらわかるんですけど、だいたいいつも26から27度あたりで湿度は 80% 前後と変化がないんですよね。これいつも朝に撮影してますが、日中とか晩とかもそんな変わりません。さらに部屋の中で風も通りにくいとなると、椎茸原木の環境変化というか刺激がかなり少ないんですよね。これが1ヶ月単位で続いちゃうと、椎茸菌は弱り始めて最終的には死んでしまいます。やっぱりこの雲がかかってると日中の温度差がないですし、雨が降ってると常に80オーバーですから、で少しね、梅雨明けが待ち遠しいっていうところですね。椎茸キャラ図鑑は今後も増やしていきますので、楽しみにしてください。はい、今日は以上です。浸水日まで82日、ミルシイタケのビデオログを毎日更新しているので、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、いつもグッドマークありがとうございます。そしてポチッとお願いします。ではまた。